さあやってきました。っていうことでイフリート丸無線やっていきましょう。さあ始まったばっかりなんですが、なんかね、雑魚敵がめっちゃ出てきてんだよな。これ何なんだろう。雑魚敵を倒してからイフリート丸無と戦うってこと、これ。まあ多分その可能性が高そうです。うわー、雑魚敵とお前だぐらい火力が高い、強すぎる。こいつ結構強いよな。あとですね、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。さあ、とりあえず雑魚敵を仕留めて、イフリットバルブってあれ何者なん、何者なんすかね。くさびがなんちゃらかんちゃらとか言ってたけど、あいつは何者や。なんかあいつさ、一人目のスルドの時もいなかったっけ。なんかいたよね、ぽいやつが。なんかどういったロジックだったか忘れたんだけどさ、なんか条件がありましたよね。なんか下から出現したみたいな、なんか生理力の塊みたいな、なんかそういった話を聞いたんですけど、どうなんですかね。よし、ボコボコしてけ、ボコ殴りしてけ、いいねいいね。さあ殴って殴って殴っていこう。いや敵がなんか多いね。ただ CP はまだ若干残っているので大丈夫です。まあ若干というか普通に残ってるか。このゴーレムさ、めっちゃタフだよね。で、決めていきましょう。で、殴って殴って。てか、あいつうっとしいな。あいつは倒さなくてもしかしていいのか。どうなんだろう。なんかさ、スルドの時は倒さなくてよかったよね。で、今思うとさ、一人目のスルド結構めんどくさかったな。一人目にしては。で、これで OK と。なんかあのでかいゴールみたいなやつ鬱陶しいな。あ、人型のやつ、イフリートマルムってやつか。あ、これやばいよ、やばいでござるよ、やばいでござるよ。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫じゃない、大丈夫ではないですね。てか本当だかこいつ、やばい。あ、危ない。危ないよ。おお、危ないよっていう。てか本当にイフリートマルムの動きに気をつけながら戦わないと厳しいですよ。てか敵多いな本当に。こいつ一人倒すだけでも結構時間かかるんだけど、これ体力どんぐらいあるんだろうね。敵相当あるよね。4万とか。ザコダ君多分4万ぐらいある気がするな。え、だこんなにボコボコしてさ、全然体力減らないっておかしいだろ。マジで。なんか戦闘やったらきついよな、このゲーム。で、これで、OK。あっそう、スカってるやん。で、ようやくこれで終わりかな。タフやな本当に。瀕死になっても全然知らねえんだけど。で、どうしたらいい。うっそー、マジ。今度はこいつか。あ、これめんどくせえ。どうしよう。うわー、うぜー、術使ってきやがる。CP は大丈夫？大丈夫じゃない、128か。いやーちょっと厳しい、頼む。で、今の打つことできなかったか、間に合わなかったの。術が止められちゃった。それな、止めるのやめてって感じなんだけど。ただこいつはそんなに強いイメージあんまないんだけどね、この術のやつは。よいしょ、これでどうだ。これめっちゃかっこよくね、かっけえ、派手すぎだろエフェクトが。でこれでどうですかね。オーバーキルすぎない。で殴って殴って殴って、ただこいつ HP はそんなにないから殴りまくれば
ね、そんなにしんどくはない。これすごいよな。で次はどうしたらいい、次どうしたらいいですか。あ、まだこれ出てくるんじゃない、出てこないか。痛い、ちょっと待って、回転、でこいつを倒してよいしょ、これで終わりで、ようやく戦えるのかな、これでイフリートとって感じ。動けますよ、動いて動いてかわして、嘘だろ、やばくない、敵多すぎないですか、連戦きつすぎる。え、この後にさ、多分イフリートを戦わないといけないよね。はてなって何あれ。いやー、術をめっちゃ使ってくるよ、これは。耐えてください。うわー。ちょっと待って、きつい。お兄さん、きついですよ、これはちょっと。で、シオンがやられた。交代だな。一旦ちょっと戻すか。よいしょ。これで頑張ってってもらうしかねえな。うわーじゃねえよ。あれ？アルヘン死んだん？ちょ、ライフボトル使うしかねえか。ライフボトル使って、これで、ちょっと頑張っていくしかねえか。よいしょ。で、アイテム。かなり接戦だな。で、今度はシオンに使って、これで繋いでいくしかないよな。イフリートが鬱陶しいよな。あいつが。あいつがうざい。いやー、ちょっと、結構厳しい戦いが続いているよ。危ないじゃないよ。危なすぎるよ。危なすぎるの間違いよ。危なすぎるの間違いよな。で、おら、いいね。ダウンさせた。これでかい。よいしょ。やばいな。息が詰まるな、この戦い。戦闘が長い。戦闘が長すぎるよ。術めっちゃ使ってくるな、あいつら。めっちゃ使うよね。けど、まあ、そんなに強いイメージあんまないんだけど。術うっとしいな、だけど。あんま連続で使われると。いやー、きつい、これ。うわあ、今度はこいつだな。頼むよ、オレンジ組を使用した。で今度はこいつで、こいつで、でこいつを殴って攻撃して、火の玉うっとしいながら、うわめっちゃ食らう。何これ、おかしい、待って、やばい、何やってんすか。いや、何やってんすか、本当っていうレベルなんだけど。そうだな、一旦これでつなぐしかないな。でこれで、よっしゃ頼むぞ。雑魚敵と思えないな、これ強すぎて。さあどうだ、よっしゃ
落とした。でかい、これ、これはでかいよ。で、これで、こうだな。頼むぞ。よいしょ。で、ここで、ピーチ組を使っていくと。よいしょ、頼むぜ。いつも助かってるじゃねえよ。そんななんか幼稚なこと言ってる場合じゃないぜ。そんな幼稚なこと言ってる場合じゃないぜ、ほんと。で、ライフボトルを使って、ジオンだな。CP が足りないな。よし、これで行きましょう。いやー、きついね。これは。これはかなりきつい。これで行くしかないか。よいしょ。術を防いで、殴って、で、ナイス。これは痛いね。で、止めて、で、あいつだけか。多分、あいつだけなはず。おー、やめてー。こんな攻撃あるんだ。イフリートマルモが強すぎる。なんか来るよじゃないよ。痛いよ。これどうしたんよ。だけどこんなでかいのどうすれば。これ今のうちに回復した方がいいな。あ、ピーチ組これいらなかった、もしかして使っちゃった。あ、そういう系。もろくねえか。お、トロフィー獲得。いいね。いやー、接戦だった、これは。これはめっちゃ接戦だったな。いい戦いだった。終わったー。あ、そういう系か。戦わなくてよかったんだね。雑魚的だけとはいえ、雑魚じゃねえよな、あれ。いや、冷えたってレベルじゃねえよ。ああ、それ。アウメドルが連れてたのとも違う感じだった。精霊力の属性の偏りが極端だったよ。スルドみたいに。くさびから現れただけあって、精霊力を集める上で何か役割があったんだろうか。生ける修霊機か。場所が場所だけにある。修霊機か。あるいはスルドに代わる新たなダナ制圧の先兵か。いずれにせよ。今のが4つの光の一つであったなら、何かしら防いだことにはなりますね。苦労させられたし、そうであってほしいもんだが、とにかくこれで進める。行こう。終わったっていうことで、お疲れ様でした。いやー、大変だったね、これは。本当に、いや、普通に大変だった。いやー、ため通りで連戦してるっていうのもあったけど、結構しんどかったな。うん、普通にしんどかった。強すぎるよ、さすがに。っていうことで、お疲れ様でした。まだチャンネル登録をお済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね。